はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。いやー、ダイパリメイクがね、来ましたね。で、今の画面を見せた人はわかると思うんですけど、僕の順位が死んでますね。こっち本ロムなんですけど、サブロムも本ロムもなんか4桁にぶっ飛んで急になんか全てに殺されるようになりました。もう勝てんけど、このゲーム。僕、ダイパリメイクが今年の冬らしくて、早ければ11月で、遅いと多分12月ぐらいなのかなと思ってるんですけど、果たしてそれまで僕は生きてられるかっていう問題の方がなんか深刻なね、気がします。無限大な選出の、選出先決めよう。無限大な、ヤドラいないとエスバで死ぬ。ラスト誰かな、ハピーかな、サンダーとアタッカーの無限大な考えると。足れもそんなきつくないし、これでいくか。いや、マジでね、ダイパリメイク、ちょっとね、昨日、あれね、ポケモンのなんか公式チャンネルみたいので、見ててめっちゃ、おーっつって超ワクワクして、よし、レイド頑張るぞっつって、ね、3桁まで乗せたサブロムが、昨日死んで、今日本ロムもついに命を落とすっていう、もうね、ワクワクと絶望感を両方同時に味わってるんですけども、なんか、あと、早い無限ダイナが多い気が、そう、これも早くて、早かったらアタッカーだから、特殊系に引けばいいかなっていう感じで。で、多分だけど、これ耐久型の無限ダイナミラーだったらこっちの方が早いと思ってるぐらいまで S を振った無限ダイナなんですが、残り今日入れて2日あるから、もうちょっと頑張りたいところではあるけど、ダイマックス4、ダメージを見てメガネか、判別したい。メガネではない、多分。火力そんなない。弾でもない。とりあえず自破で。メガネだったらもっと入るよね。こんなもんか？わかんないけど。S バー受かってるため、問題がなく。なんか、昨日のさ、あれ見てて思ったんだけどさ、なんか、結構昔っぽいグラフィック。っていうか、ケンタレほど、なんか、近代化されてないって言えばいいのかな、なんか、こう、どっちかっていうとちょっとこう、昔の DS 版に近いようなグラフィックだったりして、割と僕は好きでしたね。ただ、ちょっとね、いろいろ心配なことがあって、嬉しいことももちろんある。いい話と悪い話が両方あるんだけど、いい話から言えば、ダイパリメイクってことで4世代だから、あの頃が帰ってくるとは限らないとはいえ、あのワクワクは帰ってくるよね。ダイパリメイクを何が楽しかったってさ、ダイパも何が楽しかったってさ、ダイパももちろん面白かったんだけどさ、あの頃のなんか友達とさ、こう、なんていうの？じゃあ集まってやるか、みたいな、ノリとかで、少年時代の、あれは帰ってこないんだけど、でも、なんか当時並みのウォー感を味わえるのはめっちゃいいよねっていう、話もあるんですが、こうダイマックス切ろうか。弾。デンジャー入ってるの結構美味しいかな。あと、グライオンがね、なんと言っても、受けループの皆さんにとっては、グライオンが楽しみな一つなんじゃないかっていう。ヒードランを現状多分、砲を入れれば殺せるけど、砲を入れると受けループちょっと微妙になっちゃうから、難しい話もあって、なかなかね、殺せるポケモンがいないんですけど、グライオンが来るとちょっとマシになってくれたりしないかな、みたいな、楽しみはありますね。っていうのと、なんだろう。なんかと、そう、僕がね、最も心配してることの一つはね、まずダイパリメイクが、そうなんか、ピカチュウ&イーブイみたいなノリなんじゃないかっていう、その場合、さ、ただでさえさ、もう10ヶ月ぐらいはガラリに幽閉されてることが確定してる上に、それで新王朝にね、僕たちを連れてってくれない場合は、助けてもらえないことになるからね、本当に。っていう心配と、ダイマックス続投はちょっと、やめていただきたいなぁなどと思っているのですが、どうなんですかね。ダイマックス、ダイマックス、僕メガ進化割と好きだから、メガ進化帰ってきてくれたりすると非常に嬉しい気持ちになれるのですが、100歩譲ってメガ進化はなくてもいいから、ダイマックスの続投はやめていただき、増田さんお願いします。聞いてたら本当にダイマックスの続投だけはちょっとご勘弁願いたいっていうところなんですけど、
これ耐える？次の飛び跳ねる。大丈夫か？ヤドラン守るとかないからちょっとまずいかな。チビになって。え、死ぬ？まずい話ある？ヤドラン死ん、あ、ヤドラン死んでも多分勝てるな。無限ダイナで、エスバ殺せるから。まあ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 。多分、無脱臼かな？ナックル一回入ってるから。鉄壁押さなかった、押さなきゃいけなかった話あるけど、まあ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 いい。やめな、ヤドランでエスバ受ける手順なんかちょっと、怪しくなってんな。なんか多分これね、なんかやり方があったはず。こう、本当はこうじゃないはず。まあ、よくて、ここ S バ死ぬか、無限ダイナ投げてきて、無限ダイナが死ぬかの、二者択一なので、OK で、はいはいはい。ちょっとね、その心配なことが本当に心配。どうなんだろう、枠組み的には、8世代だったらなんかダイマックス続投されそうだよね。まあ、それはそれでなんか、例えばガブリアスのなんか巨大マックスとかさ、そういう巨大マックスでなんかオンリーワンな性能で、おおこれ面白いじゃんみたいなのがいてくれるとだいぶ楽しめそうなんですけど、どうすかね。アイテム引いてきた、釣ってきたね。誰？ウーラオス。まあ、こっからのウーラオスは無限ダイナを投げ直して、相手ダイマックスないから余裕なので、まあいいでしょう。なんかこんな感じで勝てるといいんだけど。いや、これでも僕が4桁に落ちてきたから、なんかこんな感じで勝てるようになってるだけで。3桁にいるときなんか、こんな思い通りに行く試合一個もなかった。本当に全部なんか、ねえ、なんでその技があるのとかなんか、ねえ、そういう風に殺されてたので。今シーズン2ロム合わせて250戦ぐらいはあったんだけどな。てかこれ、あれだね。やばいやつじゃないね、多分。ここダイマックスを打っていいかな。スカーフ考えると再生を押さなきゃダメか。ああ。助けやったら上から殴れるから、よくて。挑発もされてもいい。強打2回目。これでまあ、無限、ウラそんな早くないの確定した。あと2回だね。まあ、枯らしていいか、これだったら。何をしても勝ちじゃない？身代わり打つ、強打。でもいいか。無限ダイナ下げてくる場合だったら、それでもいいし。ここ挑発なら、ダイマックス2発打てるし。強打あと1回だね、これで。ここ再生でいいかな。なんか、ダイマックスを、次の強打耐えるから、マックスを打った場合に、なんかワンチャン、不意とかで、殺されると嫌だなって思ってたんだけど。これ大丈夫じゃない？やばい話あるかな。ここ再生してるから、無限ダイナに無限ダイナ、まあ投げれるでしょ？それも良くて、うん。いや、結構あれだね、なんか、まださ、追加されてない、まあ、グライオンだけじゃなくて、他にもいろいろ、追加されてないポケモンたちがいるから、そいつらが帰ってくるのが結構楽しみだったりするんだけど、全員登場にまた戻ってほしいよね。なんか、まあ、キノガスタとかに来てほしいかと言われると、対戦的には僕はいない方が僕にとってありがたいけど、まあ、キノガスタ好きな人って言ってか結構いるだろう。あと、まあ、全ポケモン揃ってのポケモンではあるかなっていう気はするよね。そろそろ卵を産むか、さすがに。ああ、卵産もう。おぉ、メテオ。パワフルハーブの方か。これ意外と全然見なかったんだけどな。だいたい、メガネか、玉か。早いやつだったらメガネか玉で。まあ、遅いやつだったら、耐久型でいろいろやってくるんだけど。これ自己再生ある話があって、いやーでもヒットポイント的には多分こっちの方がでかいから、これ自敗入れたいな。
いや、自敗入れてハピ死んだらあれだな。殺せるようになるから。ああ、自敗入れちゃえば、絶対安心だな。ドクル。オッケー。まあ、これで、TOD もまだ心配するような時間じゃないので、投げで捨てていいでしょ。ダイマックス4。あとね、TOD は廃止していただけると、てか、それはシーズン中のルールなので、何かもう、このあたりで、来シーズンから TOD はなしで遊びたいなぁ、などと、考えているのですが、で、耐久、いや、S 早いから多分最速まで取ってて、この方は絶対 C 振ってるから、ダイマックスで絶対殺せるんだけど、まあ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 、最悪、あれしても、投げ何回か入ってるから、届くんだよね。ああ、この方の無限ないの考えると、あれか、やっぱハピーデンジャーはないとまずいか、さすがに。とね、ハピナスの枠もね、なんか昨日一晩中レッドカードハピナスを使って、ねえ、なんか、うにょうにょしてたんですけど、全然役に立たないどころか、なんかレッドカードがめちゃくちゃ足を引っ張るみたいなことをしてね、困ってたりしたんですけども。これ、あと身代わりで別にダイマックスを枯らせる話もある。まあ、TOD 考えると、あれだから、別に殺しに行くけど。まだここからでも、今シーズンの僕、前ますか？なんかあれだな、早めに、まあまだ順位いったから、もう一個のロムを上げるかみたいなことやったシーズン、本当になんか毎回勝ててる気がしなくて。なんか、一ロム特攻の方がさ、なんか精神的にあれなのかな、集中するんかな、これ一個しかないぞっていう、なんか、ふざけたことしてたら、ねえ、死ぬぞっていう、あるんですかね。もう一戦、やります。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。ブラックキュレム来ちゃー。ブラックキュレム来ちゃー。ついのーブラックキュレムが無限大なヌオーバンギラスかなー。サンダー考えるとハピでもいいけど裏にかかる負担がなさすぎるから、でもラグラージきつくなっちゃう。いや、ラグラージから来るんだったらなんか無限大なワンチャン身代わり残せる話ないか。裏や、タク勝てば身代わり残るから、ハピかバンギどっちでもいいな。ブラックキュレムに対して、バンギやったらまあそこそこ。ダイマ対面で切れば結構いけるか。こっちもいいか。さっきのさ、その、ダイパリメイクが来るまで僕が生きてられるかって話なんだけどさ、なんか、このゲームさ、ほんと負け取る時のね、なんか、精神的なエグさが、エグくて、なんか、ほんとに死にそうな気持ちになるから、このゲームでさ、なんか死んでる人とかいてもおかしくない気がするんだけど。それかなんかイライラして人殺しちゃったみたいなさ。起きてもおかしくないさ、ゲーム性をしてると、あー、自信はい。次なんだよな。ここ、自信読むか、どっちかみたいな話なんですが、相手でもまだ多分自信安定なんだよな。ダイマックス打っていいや。ただね、2発で倒せないんだよな、ラグが。まあ、半分いったとしても結局、ボンのみ持ってるから、解決になってなくて。おぉ、こんないった。マジか。急所、でか。メガネだったら、ってこと考えると、相手あくびから入んなきゃそう、こうやったらまずいから、次のダイマックスでワンチャン落ちるから。あれかなと思ったんだけど。ああ、ここだなー。いや、ここでも相手まだ自信だよ。ステロンは前行ったから、絶対自信でいいと思うんだけど。打つわ。もう一発。多分、自信をしてくる。ステロじゃん。ここ身代わり残されるとね、割と、あくびが入んないでラグ死んじゃうことになるから。ああ、そうだよね。オッケーオッケー。これならば良くて、まあダメージも半分ぐらいだから。オッケー、無限大な。で、次ヘドルでもう一回回復するから、まあまあヒットポイント残せるでしょ？いいね。
でもなんかね、まあ、言ってもね、ゲームだからね、なんか、そうね、苦しんでやるほどの、苦しんでやるものではないと思うんだよな。まあ、勝ててる時がめちゃくちゃ楽しかったりするから、それで、釣り合いは取れてる感はまあ、なくはないけど、なんか、苦しい時に、無理にやっても、勝てるシーズンはいつか来る、マジで。って思って、生きていくわ。ザップか。こっから出てくるザップ。僕、裏何いた？バンギールか。いや、でも再生でいいな、多分。壁。これもしかして困った技持ってる？でも早くない？いくらなんでも。これ相手絶対さ、ダイマックスを打つわ。ここ引くでしょ、さすがに。さすがにここ引く。スカーフだもん。なんかおかしいなと思ったら。いや、壁がね、マジで。なんか、壁連打になっちゃったね、相手。どうしよう。引きのターンに引いてんのもあんま良くないなぁ。PP 枯らそうとしてるみたいな話？ラグに3発って4発。引くんじゃないの？引かない？身代わり残すか、じゃあ。つららばりあるから、身代わり、その引きに身代わりをしても全然意味なくて、交代際にダイマックスを本当は入れたいんだけど。まあ、ザップここまで削れるならいいな、全然。身代わり残しに行くか。で、マジフレでゆっくり突破して、ブラックキレムに対しては、相手多分サンダー、死んで捨てたい話でしょ。うん。で、ダイマックスを一発と、マジフレでまあまあいけるから、こうマジフレをしてよくて。サンダー、そういう捨て方か。たら相手リュウマイ積んでからでいいんだよな。バンギでさ、一枚のさ、やつ。これね、壁切れるまで多分待った方がいいと思うんだよな、次の。結局、こいつを倒しても、あ、て後投げを許したとしても、身代わりが残った状態に出てくるのは変わらないわけだから。いや、もう一回マジフレ入れるか、微妙。落ちちゃいそうだね。落ちちゃいそうだね、ギリギリ。4ターンでしょ。多分次耐えてくれると思うけど、ヒーターだったら、いやー、ここダイマックスを打てないけど、マジフレが一発、キュール目に入るのはでかい。ガチででかい。でも壁が残っとるなぁ。あのサンダーは、バンギでもヌオドの多分やれるっしょ、最後。スカーフだから火力別に、メガネとかでもないし。で、相手こう、リュウマイでいいから、ダイマックスを打ってってよくて。身代わりとさ、なんか2発とかだったら耐えない？つららばり。相手ダイマック切んなきゃいけないんじゃないの？あ、でも切ってもあれか。ダイマックスのダメージ変わんない上に。むしろもっと殺せないか。オッケー、いいダメージ入る。なんかあとブラックキュライムとかゼクロムにね、弱を持たせてる人がいて、それもきつかったんだよね。ここ多分3発までなら平気なんじゃないかな、つららばり。言っても無限大な HP 相当振ってる。から、ああ、一目と満タンになったし、いけててほしいなぁ。ダイマ切ってくるなら多分ヌオーでダイマ切り返して詰めれるから。てか天然が入んない以上、バンギでいいか。ここちょ、あと、2回。3回、奥、止まる、偉い。弾、これもらったわ。バンギの砂だと、刈り取れるから。こんな感じでな、ブラックキュラムとゼクロも全部倒せんだったら苦労しないんだよな、このゲーム。オッケー。ちょっと壁に救われてた話あるな。なんとかなったね。ちょ、とりあえず動画を2試合とも、なんか勝ち試合にできて、よかったわ。まあ、ダイマックスを倒して、終わりですかね。じゃあ。
まあ、今シーズンは頑張れたら、もうちょっと頑張っています。お疲れ様です。